レフトに上がっています。レフトが下がっていく、フェンスいっぱいのところ、どこから入りましたか。入った、ホームラン。プロ初ヒットが初ホームランになりました、渡辺陸。育成出身、渡辺陸。土曜日の広島戦、初スタメンに抜擢された試合で初ヒットが初ホームラン。さらに打ちました、またレフトに上がっているぞ。レフトが触る、2打席連続か、入った、入った、2打席連続だ。この日2本塁打を含む3安打5打点、ホークスファンに衝撃を与えました。自分でもあんまり経験がなかったことだったんで嬉しかったです。家族からも来てました、よかったねって、はい、来てました。ポジションはキャッチャー。187センチと恵まれた体格に広角に打球を打ち分ける技術を買われ、去年8月支配下登録を勝ち取ります。今シーズンの2軍戦、開幕2戦目に代打でシーズン初ヒットを放つと、4月7日の広島戦では初ホームラン。出場36試合で打率3割1分8厘、ホームラン2本、打点14と結果を残し、1軍昇格を果たしました。自分の持ち味でもある積極的なバッティングというか、ファーストストライクからどんどん振っていくっていうのが今はいい方向に出てるのかなと思います。積極的なのはバッティングだけではありません。王会長に自ら教えを請いに行くなど、野球に対する貪欲な姿勢を見せています。バッティングの話を自分から聞きに行って、インコースの打ち方っていうのを聞いて教えてもらいました。王さんにいただいたアドバイスを、まあ、常に意識しながら試合前の練習とかそういったところで意識してやってます。正捕手にはファイという高い壁がいますが、打撃力を武器に渡辺陸が成り上がりを目指します。まあ、打って守れるキャッチャー、まあ、城島さんのようなキャッチャーを目指していきたいなと思います。とにかくもう1試合1試合アピールするってだけです。